今回のパラリンピックではですね、緊急事態宣言下で無観客での開催となりましたが、本当に多くの日本人選手の活躍や東京開催ということもありまして、これまで以上に大会への関心が高かったなというところで、私もテレビ観戦中心にはなりますけれども、本当に盛り上がったものと感じております。現在多摩市ではですね、令和2年7月に多摩市障害者の差別をなくし、共に安心して暮らすことのできるまちづくり条例を施行しておりまして、この条例ではですね、パラリンピックの理念と同じく、障害があってもなくても誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指しているというところです。本日は、この共生社会の実現に向けまして、パラリンピックでの機運の高まりを生かして、どのように障害理解や差別解消の取り組みを進めていったらよいのかというところを、話を中心にですね、ブラインドサッカー、通称ブラインドサッカーと呼ばれます男子5人制サッカーでご活躍された黒田選手をお迎えしてお伺いしたいと思います。黒田選手、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。黒田選手はですね、もちろんブラインドサッカーの選手として、遠征であったりトレーニングであったりとか、されているのも多いのかなというふうに思いますけれども、一方他のインタビューの記事なんかを見させていただきますと、学校の教諭としても多摩地域で勤務してご活躍いただいているというふうにお聞きしました。多摩地域でのこうした日常生活の中で、どうでしょう、バリアを感じるようなことっていうのはありますでしょうか。そうですね、私は普段白杖という白い杖を持って、障害物がないか杖で確認しながら、普段歩いています。でそんな中、時々その白杖をつきながら、視覚障害者用誘導ブロック、点字ブロックと呼ばれる黄色いラインを頼りにしながら歩いているんですが、その、点字ブロック上に自転車がたくさん止められていたりとか、看板が置いてあったりしたりとか、車が駐車されていたりとか、そういった時にそこを迂回するために道路に出なきゃいけないとかいう場合があります。そういう物理的な部分ではあるんですけれど、そういうところで歩きづらさを感じることがあります。この点字ブロック、視覚障害者誘導ブロックを視覚障害者が歩いてくる、そのためのブロックなんだということを多くの方々が知っていただけると、そういうこともなくなっていくんではないかなと感じることが時々あります。ありがとうございます。そうですね、本当にバリアをなくしていくためにというところでは、本当にハード面の部分というところももちろん大事ですし、ソフト面といいますか、社会全体の意識を変えていくというところも重要かなというふうに思っております。我々もですね、視覚障害の方であったり、その他の障害の方、どんなサポートをするといいのかなっていうのを悩んだりすることっていうのは、あるかと思うんですけども、黒田選手としては困っている時、どのような配慮があったり、周囲のサポートがあるといいのかなっていうのは思うところありますでしょうか。はい、まずはぜひ声をかけていただきたいと思っています。何か手伝いましょうかとか、大丈夫ですか、声をかけていただけると、もし手助けが必要がないときには、ありがとうございます、大丈夫ですというふうにお答えしますし、サポートが必要な時にはお願いすることができます。そういう声かけがあれば安心して生活することもできますし、その心の温かさみたいなものが、伝わってきて、みんなが安心して生活していけるような、そういう社会につながっていくんではないかなと感じています。実はパラリンピックが終わった後、街中を歩いていると、信号青になりましたよとか、電車の中で
席が空いてますよとか、お手伝いしましょうか、声をかけてくださる方が多くなったような多くなったように感じました。でもしこれがパラリンピックが開催されたその結果であったとしたら、これこそパラリンピックの大切な大切なレガシーなんじゃないかなと思います。この、レガシーをきっかけにして、もっともっとそういう、心の通い合うようなそういう声かけが街全体に広がっていって、誰もが暮らしやすい社会がもっともっと広がっていくと嬉しいなと思っています。ありがとうございます。本当に今、黒田選手おっしゃいました、大会が終わって声かけていただくことが多くなったというところは本当に重要なレガシーかなと思ってますし、我々もこのパラリンピックで の、その機運レガシーを、しっかりと活用する形で今後障害があってもなくても安心して過ごせる街づくりをできればいいなというふうに思いました。次ですね、我々も、共生社会の実現に向けまして、さまざま取り組みをしていきたいというふうに考えているんですけども、黒田選手としてこう足りない部分であったりとか、こういった取り組みがあるといいんじゃないかとかっていうのは何かございますでしょうか。そうですね、なかなか難しいこともあるかもしれないんですが、いろんな視覚障害だけじゃなくて、さまざまな、立場の方々がいろんな、イベントや行事をはじめ、社会の中に平等に参加できるようなそういう、取り組み、そういう社会 の、 基本的な考え方、発想のもとで、いろんな活動が行われるようになっていくと嬉しいなと思っています。そういう考え方が基本にあれば、じゃあ物理的な障害があればそれをどうクリアしていこうかという発想になってくると思います。パラリンピックスポーツはもともと難しい状況の中でいかに工夫して努力して、で、実現していくか、それを追求していくことがパラスポーツの大きな価値だと考えています。目が見えないとサッカーは無理できないって考えるのではなくて、サッカーをするためにはどういう工夫をすればいいかということを考え、そしてそれを工夫をした上で努力していく、そうすることによってブラインドサッカーの競技が実現することができました。それと同じように、無理だというふうに考えるのではなくて、どうすれば実現できるかということを全ての方々が考えて取り組んでいくことによって、さまざまな取り組みが良い方向に変わっていくのではないかなと感じています。ありがとうございます。本当にやっぱり一緒に何か、スポーツもそうなんですけども、一緒に取り組むというところで、何が必要なのかというところをこう考えていく、生み出していくというところは本当にその通りだなというふうに思いまして、やっぱり今回はせっかくパラリンピックというところがありますので、こうしたスポーツを通じまして、今後も一緒に取り組んで、共生社会の実現に向けて障害のある人もない人も、楽しく、取り組むというところができればいいなというふうに思いました。ここからは少し障害あるかあるない関係ない話ではありますけども、目標に向かってこう努力するというところが、やっぱり我々もそうですけども、すごくやっぱりこう難しいことかなというふうに思っておりまして、本当に黒田選手、長いこうキャリア、
選手としてのキャリアの中でもいろいろご苦労されているのかなというふうに思うんですけども、こうしたこう目標に向かって努力していくというところのその原動力となっているところとかって何か黒選手ありますでしょうか。はい、私はブラインドサッカーを始めて最初のうちはとにかく上手くなりたいという思いだけでトレーニングを積み重ねていました。そうできるようできるプレーが増えてくるとだんだん楽しくなってもっともっとできるようになりたいと思いながら練習を積み重ねてきました。そうしているうちにパラリンピックがブラインドサッカーがパラリンピックの正式種目となってパラリンピックに出場したいという大きな夢が生まれました。ですが何度もパラリンピックに出場する目標を達成できずにあと一歩というところで出場を逃してきました。その中で、右膝の前十字靭帯を断裂するという大きな怪我も経験しました。それでもやっぱりボールを蹴ることが好きだ、もっと上手くなりたいっていう思いが自分の中にからふつふつと湧いてきて、もう一度手術をして夢のパラリンピック出場を目指したいということで手術をし、それまで右足でしかシュートを打てなかったのがをトレーニングをして怪我をしなかった左足の方でシュートをたくさん練習をして、今では左足のシュートの方がゴール決まる確率が高くなったというところまで来ました。そして両足からシュートが打てるというところが私の、特徴となってきました。そういうふうに大きな目標を持つことによって、そしてその中から日々のトレーニングの中から喜びや楽しさを見つけ出すことによって目標に向かって努力をし続ける、そういう原動力になっていくのではないかなと振り返ってみて感じているところです。ありがとうございます。ありがとうございます。パラリンピックの本当に黒田選手 の活躍、鮮やかなゴールにこう勇気づけられた人とかっていうのは本当に私もそうですけど多いのかなというふうに思っております。今の、話、目標に向かってという話でも本当に我々もちょっと本当に黒田選手を、見習いながらといいますか、これからも頑張っていければなというふうに思ったところなんですけども、どうでしょう、最後に市民の皆さんにメッセージとかいただけますでしょうか。はい、先ほども申しましたようにブラインドサッカーの私はずっと続けてきました。ブラインドサッカーの魅力の一つはピッチの中で見える人、ゴールキーパーやガイドやセンターコーチといった見える人の存在と、フィールドプレーヤーの目隠しをして全く見えない状態でプレーする4名のフィールドプレーヤー、見える人と見えない人が協力しながら同じ目標に向かって戦う、そういう競技です。で、この競技で障害があるなし関係なく共に全力を出してプレーできるのは、一つはお互いが活躍できるルールがあること、そして環境があること、そして共に同じ方向を向いて戦おうとする気持ちがあること、この3つがあるからこそブラインドサッカーが共生社会を表している、そういうスポーツだと言われるゆえんだと思います。ぜひこの先日本の社会が
みんなが輝けるルール、環境の中で共にそういう社会を作り上げていこうという同じ意識のもとで、そういう社会を目指していけば必ず、そういう誰もが輝ける社会が作れるようになっていくんではないかなと感じています。ぜひ身近なところから、まずは知っていただくところから始めて、そして、もし身近なところで白い杖を持った人が歩いていたら、困っているような様子があったら声をかけていただけるとすごく嬉しいなと思います。これからまたブラインドサッカーはいろんなところで試合が行われると思います。ぜひ状況が許すようになれば、今度は実際にピッチサイドから住む間近からブラインドサッカーの試合を見ていただけると、さらにブラインドサッカーの迫力や魅力を感じていただけるのではないかなと思います。今後とも応援どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にブラインドサッカーが本当に共生社会の実現に向けて、環境整備、同じ方向を向く、そして一緒に取り組むというところで共生社会の実現に向けた取り組み、これからも本当に進めていきたいなというふうに思いました。工藤選手、これからも応援しております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。